どうも、ゴルフのみつやです。いつもありがとうございます。今回は、腕が少し上がらなくてスイングがしにくい方、四十肩と言ったり、五十肩と言ったり、まあ、とにかく痛いわけではないんですが、まあ、上げるとちょっと痛いというか、上げられない、そういう方がやるべき練習法、これを皆さんに伝授していきたいと思います。ゴルフは少し体が痛くても練習したい、ラウンドしたい、その思いは止められませんよね。そういう方でも無理なく練習することができますので、ぜひ最後まで見てみてください。私、三ツ矢は4000名の方が通うスクールでプランレッスンさせていただいています。本当に皆さん、ありがとうございます。動画を見てくれている皆さん、いつもありがとうございます。感謝しています。それでは、早速いきたいと思います。腕が上がらないと、スイングが全くできないと思いきや、やれる練習はあります。それは単純にアプローチ、短いショットをやりましょうというのは、もちろん一つなんですが、今回は、ライン出し、パンチショットのようなショット、そしてそれもかなり小さくやってみる、これをお勧めしています。スイングをバックスイングが上げにくいという方、フォロースルーが取りにくいという方、どちらもいると思いますが、どちらでも大丈夫です。これは非常にコンパクトに、あまり大きく上げることなく、フォロースルーもフィニッシュをぐいっと大きく取るわけではなく、本当にインパクトのところを強くヒットしていくような感覚になりますので、誰でもある程度もう腰の位置をちょっと超えるぐらいで振れればできるはずです。ポイントはクラブをしっかり立てる、このコッキングを入れるということですね。右の肘を折りたたむヒンジ、これもしっかり入れて、そして腕のローテーション、これを積極的に使っていくということです。どれぐらい上がるかというのはもちろん個人差がありますが、肩の位置まで上がるか上がらないかぐらいのところで打ち抜いていくことができます。ボールを捉える感覚を身につけていく、このインパクトで強くヒットして腕がローテーションする感覚を身につける、そういう練習になります。もう少し上がる方はこれぐらいのイメージで打てると思います。実際にコースでラインを出していくようなショットになると、今ぐらいの振りの幅は必要かなと思います。一番最初に打ったこれぐらいだと結構距離が落ちてしまいますので、少しコースで使うのは、距離が20ヤード、30ヤード、番手を3つも4つも変えていかないといけない場合がありますので、それはなかなか実践的じゃないかもしれません。まあ、低いボールを打つ分には非常に使えるショットではあるんですが、距離が結構変わってしまいます。ですから、練習としてはできるところまでで大丈夫です。もう本当に肩の位置まで上がらないのであれば、それよりも小さい振りの幅、肩の位置ぐらいまでは上がるのであれば、それはあんまり距離が変わらないぐらいのショットでできると思います。これぐらいの位置で止めていけば、強いボールがシューッと前に飛んでいくようなショットにつながっていきますので、ぜひこの肩から肩ぐらいの振りの幅、ラインを出していくようなショット、パンチショットと言われたりもしますが、ボールをとにかく捉えるところをしっかり緩まないように。で、これはボールを強くヒットしていくということに変わりはないんですが、とにかく大きく上げなくてもいいというところがポイントになります。大きく上げないんですが、必要な動作は必ず入れる。テコの働きを使って、回転して遠心力も重力も全部使ってボールを捉えていくことになりますので、これは、距離がしっかり出せる、肩の位置までいけば十分フルスイングと遜色ないぐらい、番手によもよりますが、距離を出すことができます。このパンチショットを、この肩が痛くても上がらない、腕が上がらない、そういう状態で打っていく際に非常に大事なポイントは、体の正面に腕があるということです。とにかく体の前から外れていかない。ですから、あまり腕だけが動いていく、要するにこう上げたりこう上げたりするともう痛くて上がらないというか、そこまでいかないので、とにかく体の正面に腕があって、その状態が変わらないように、体の前に前に腕があって、体と腕とクラブが一体感を持って右から左に動いていけば、十分ボールを飛ばすことができますし、むしろ精度が上がっていきますので、これは非常に有効なショットにつながっていきます。練習としてもある程度打ってる実感を感じながらも、無理なく痛めることなく、肩が痛いと感じることなくできるようなところで十分練習はできますので、アプローチだけではない通常のショット、ある程度距離を出していくショット、それも実際の練習、コースでの
ショットとして使うこともできますので、ぜひチャレンジしてやってみてください。この肩が痛い、まあ、腕が上がらない、そういう中でも練習したい、そういう熱い気持ちを持った方が多いですよね。そういう方が安全にできる練習方法を今回はご紹介しました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。